ね、一切の音を出さないでくれっていうことになっちゃったんですよ。で、法律としては40デシベルなんですよね。だけど住民側の住民運動によって、で俺が聞いたんだよ。俺が直接やってんじゃないかね。これは俺はね、この辺ね、いろんな人に俺指令が多いじゃないですか。そしたらね、これね、公明党がね、創価学会ね、公明党の人がこの辺多いんですよ。で、公明党が中心となって反対してるっていうことになって、そういうことはね、3人に言われた。公明党が反対してるんですよ。こっちから話を振ってないんだよ。俺から話を振ってないのに、あ、創価学会は反対してるらしいねって、3人の人に別々に言われた。別々の時に1対1で話してるのに、3人の人に俺は今まで言われたことがある。まあ、金井さんはそういうことは言わないんだけど、本当に。金井さんに俺がそのことを言ったら、あ、そうなんだって言ってたぐらいなんで、金井さんは創価学会のことはよ、分かってなかったっていうね。俺が教えたっていうね。これはマジなんだよ。マジなんですよ。本当に。で、